ニューポートニューズはアメリカ海軍の従順洋艦、デモイン級重巡洋艦の3番艦。艦名はバージニア州ニューポートニューズにちなむ。その名を持つ艦としては2世紀目。ニューポートニューズは1945年11月1日にバージニア州ニューポートニューズのニューポートニューズ造船所で寄港し、1948年3月6日に、 オーマーティー・ファーガソン夫人によって命名、浸水し、1949年1月29日に艦長ローランド・ N ・スムート大佐の指揮下収益した。ニューポート・ニューズはアメリカ海軍において空調設備が取り付けられた最初の艦であった。1950年から1961年までニューポート・ニューズは第6艦隊に所属し、定期的に地中海に展開し、 カリブ海及び西大西洋において大規模艦隊演習、士官候補生の訓練巡行を行った。1957年9月初め、ニューポートニューズは地中海東部でステーション船として緊迫したシリアにおける偶発事態に備えた。1960年3月、シチリア島75マイル北東を航行中に、ニューポートニューズは モロッコのアガディールで発生した地震の生存者に対する救援任務を命じられる。平均三十一ノットで四十時間半、二百二十五回りの距離を航行し三月三日に現地に到着、物資と医薬品の補給を行った。ラファエル・トロヒーヨ将軍が五月三十日に暗殺され、ドミニカ共和国の政情が不安定になると、ニューポートニューズは六月四日にドミニカ沖に向かい、 ステーション船として待機する。正常が安定化するとニューポートニューズはノーホークに帰還し、その後はプエルトリコ沖で訓練演習を行った。1962年の冬に通信設備が近代化され、ニューポートニューズは第二艦隊の帰還となる。1962年8月に NATO の演習リップタイド3に参加、演習が完了すると、 大西洋打撃艦隊司令部の機関として北部ヨーロッパを1ヶ月間巡航した。ノーフォークへ帰還して1ヶ月以内の10月22日にニューポートニューズは大西洋艦隊の他の艦艇とともにキューバ危機に伴う会場封鎖に参加した。翌月には第二艦隊司令部の機関となりキューバ北東でステーション船として待機する。 ソ連の準中距離弾道ミサイルが分解され、キューバから撤去された時、ニューポートニューズはミサイルの確認を支援した。ミサイル撤去の確認後、ニューポートニューズは感謝祭前日に母校ノーフォークに帰還した。1963年から1967年まで、ニューポートニューズは大西洋でのナトーグミ演習、東海岸及びカリブ海での砲術、揚陸訓練、 士官候補生の訓練巡行に従事した。1965年にドミニカ共和国で正常不安が発生した時、ニューポートニューズはノーホークから4月29日にサントドミンゴに向かった。サントドミンゴでニューポートニューズは第122統合任務部隊の機関であった。その後もサントドミンゴに泊まるが、1965年5月7日に、 艦隊は解体され、指揮権は上陸した陸軍に移譲された。ニューポートニューズはノーホークへ帰還し、6月に戦闘能力向上のための改修が行われた。1967年9月1日、第2艦隊の指揮官はスプリングフィールドに移乗し、ニューポートニューズは9月5日にノーホークを出港、東アジアへ6ヶ月の配備に入る。 10月9日に朝に、ベトナムのダナンに到着、第3巡洋艦駆逐艦隊司令部の機関となる。同日夜23時、シードラゴン作戦の一部として、北ベトナムの沿岸目標に対して8インチ手法による初の艦砲射撃を行った。その後も、ニューポートニューズは、ベトナム沖合でアメリカ軍及び南ベトナム軍支援の艦砲射撃を行った。 ニューポートニューズは1968年4月21日にスービック湾を出港し、パナマ運河経由で5月13日に母港のノーフォークに到着した。12月25日、ニューポートニューズは2度目の西太平洋配備に着く。この期間に第70.89任務ユニットの一部として、メコンデルタのベトナム陸軍第7軍及び第9軍への支援射撃を行う。 その任務は同地域で強化されたベトコンの対比号を破壊することであった。この時の戦果を航空監視班は以下の通り確認した数回の夜間攻撃が行われたが損害評価は行われなかった。ニューポートニューズはこの任務中敵の反撃を受けることはなかった。ベトナムでの作戦活動はその後も継続し、ニューポートニューズは1972年12月に ノーホークに帰還した。1973年から1974年にかけて、ニューポートニューズは訓練巡行及び世界中の多くの港への親善訪問を行い、1974年10月30日にノーホークへ帰還した。ニューポートニューズは1975年6月27日に退役し、1978年7月31日に 除籍された。1993年2月25日に、ルイジアナ州ニューオーリンズのサザンスクラップマテリアル社に、スクラップとして売却された。缶の装備の一部は、姉妹艦であるセーラムに展示されている。ありがとうございます。